はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。洗面器です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、リアルだと、お雛様の日ですね。ひな祭りの日ね。なんで、まあ、ちょっとね、こういう、ちらし寿司の代わりに、この海鮮、海宝あふれ盛りっていうね、ちょっとしたお寿司みたいな、ちらし寿司みたいなのを用意しました。ね、それと、あとは桜餅欲しかったんですけど、4個とか入ってるの買っても食べきれないんで、これを買ってきました。桜のなんだろう、これパンってなんて言えばいいんだろう、ふかしてあるやつ、名前が出てこないや、名前ちょっと今出てこないんで、テロップかなんかつけると思いますけども蒸しパンか、蒸しパンみたいなやつ、なんかあんこ入って、これがちょうど、桜餅の代わりにね、春っぽいかなっていうか、お雛様っぽいかなと思って、ピンク色で買ってきました。でも桜餅とかね、もうね、1パックに4個入ってたり、あとおはぎ2個と桜餅2個とか、なんかね、一人暮らしでね、食べきれないんで、ね、1個だけ欲しいんですけど、桜餅1個だけ欲しいんですけど、売ってなくてね。で、あとはまあ、お肉ね、牛身の、半額の牛身のと、味付けホルモン、半額のやつね。ちょっとまあ、これはお雛様っぽくないですけど、まあ、半額で安かったんで、ね、また買っときました。今日はね、これでやっていきたいと思います。では先に予熱をしてね、ミノとかホルモンとかはね、のもうこれ全部食べきれないと思うんで、残ったら取っといて、またホルモン鍋に味噌味のね、もつ鍋のスープ買ってきて、それに入れてもつ鍋作ってもいいんでね、でやっていきたいと思います。あと野菜とかキノコとかもあります。では今日は、お肉ね、焼いて食べるんで、ビールからスタートしたいと思います。一番搾りキリンさんの、これで今日はスタートしていきたいと思います。よいしょ。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。今日のシュワシュワはこんな感じですね。こんな感じでね、ちょうどいい感じで告げたんじゃないですかね。ではお先に失礼していただきたいと思います。シュワシュワで乾杯、いただきます。一番搾りも美味しい。ではどうだろう、まだ早いかなね、ガスがなくてね、買い置きもなくて、もしガスが切れちゃったらもう、アルコールストーブでやるか固形燃料でやるかっていうね感じになっちゃっててね。じゃあまず油を引いて、あれちょっと待って、油はいいんだけど、あったあった、油を引いといて、よいしょ、なじましといてね、それで先に、こっち先に行くか。じゃあお茄子と、かぼちゃとピーマン持ってきたんで、お肉とかぼちゃをとりあえず焼いといて、で、あとお肉ね、どうしよう、ホルモンからいくかな。味付けホルモン、半額で249円、税込み269円ですね。味付けホルモン、これが美味しいんですよ。
いろいろね、半額のお肉いっぱいあったんですけどもね、あんまり買ってきてもね、食べきれないんで、牛肉はちょっと買ってきたんですけど、でもそれももう冷凍してあるんで、あとファミリーパックみたいな大きいね、焼肉セットみたいなのも半額であったんですけど、さすがにちょっとね、それで焼肉やってもいいかなって、2000円のやつがね、1000円で売ってたんですよ、もう3、4人前ぐらいのやつ、それ買ってきてやろうかなと思ったんですけどね、さすがにちょっと食べ過ぎかなと思って、これも結構油ついてるかな、ホルモンなんで、よいしょ、じゃあお肉焼いてる間にこれ食べようかな、海鮮あふれ盛り、ちょっと開けますね、ちょっと開けといて、こんなのね、エビとマグロととびっこと、あとマグロのたたきも入ってるかな、こんな感じのやつ、これを、あ、わさびついてるやつ使うか、ちょっとわさびをつけといて、お醤油はついてないな、お醤油は持ってきたやつあるんで、ちょっと垂らして、でいただいていきたいと思います、こんな感じね、よいしょ、わさびね、わさびではこれを1個、まずは先にね、いただきます、昨日ね買ってきたやつなんで、ご飯がちょっと硬くなってましたね、本当美味しい、お寿司は日本酒で、ちょっぱり津軽の日本酒のちょっぱり、弘前のね、六花酒造さんというところで作ってる弘前の地酒になります、ちょっぱり、よいしょ、では開放あふれ盛り出すかなに合わせてね、日本酒でいただきます、今日まだね、なんか雪がちらついてて、ちょっと寒かったんですけど、このね、目の前で、スキレットでね、お肉焼きながらなんで、あったかくなってきてるんでね、練習、ちょうどいいっすわ。うん。どうかな。よいしょ。しっかり焼かないとね、豚肉のホルモンなんで、おではもう焼けたかな、しっかりの焼けたかな、この辺ホルモン持つね、ちょっとだけ焼肉のタレつけて、で、いただきます、
今日温泉。うん。噛めば噛むほどね、旨味、肉汁が出てくる感じで美味しいっすね、やっぱホルモン尿酸値がね、気になるんですけどね。うん、好きやこれ。うん、あ、これちょっと待って、ちょっと先に身のね、身の牛身のこれは、半額で244円、税込み264円ね。ミノを先にちょっと焼いといて、ちょっと待ってね。で、プチコクーマ。キムチね、プチコクーマ、よいしょ、プチコクーマをちょっと開けといて、でね、サンチュがね、まだね、残っててね、ちょっとサンチュでさっきのお肉くるんで食べようかなと思って。これ余ったサラダに、サラダ作ろうかなと思ったんですけど、寒くてね、サラダ作ってらんないんで、もう。もうよいしょ、こんな感じでね、三中でさっきのホルモン、よいしょ、こぼれるホルモンね、でちょっとコチュジャン塗ってて、これにキムチ、これをこれをくるんで、ちょっとね、焼肉のタレをこうしっかりつけて、よいしょ、あー出てきちゃう、出てきちゃう、これでちょっともう出てきちゃってて、いただきたいと思います。いただきます。うまっ、うん、ホルモン産地でくるんでも美味しい。少しはいいかな。じゃあ野菜も焼けたみたいなんでね、おお、お茄子とかぼちゃ、これポン酢ですね、こっちはポン酢で、野菜はポン酢で食べようかなと思ってポン酢持ってきました。わあ、茄子熱そう。じゃあお茄子ね、かぼちゃも焼けたかな。ちょっとね、厚めに切ってきたんで、いただきます。うん、
ホクホク、うまっ。軽くアップ。これをね、ここをね、こう広げて、これ逆さまにするんですよね。そうすると火力がちょっと上がるんで。これはこういうね、液出しっていうのができる、アウトドア用のガスストーブ使ってやってるんで、ちゃんとこういうふうにできる製品でやってるんで、普通のカセット、ボンベ使う、アウトドア用のガスストーブで同じようなことすると危険だと思うんでね、それはやめておいた方がいいと思います。エリンギもね、30% オフでね、68円、税込み74円だったんでね、安かったんでこれも買っといたんで、今度はちょっとエリンギを焼いて、よいしょ、エリンギちっちゃい方いくか、大きいのすげえ、ちっちゃい方でいいや。あ、ちょっとここ石突き、まあいいか、石突きのとこちょっと切りたかったけど、まあいいでしょう。で、ホルモンを少し焼いとこうかな。大きいお肉ばっかりだな。ではじゃあこれちょっと食べてみようかな。せっかくなんで桜のこう蒸しパンみたいなですね。和菓子桜ふかしってなってますね。まあ蒸しパンみたいなもんだと思うんで、ちょっと待ってね、開けます。こんな感じですね。桜の香りがすごくする。ここの真ん中にね、これ桜の花びらのやつ、塩漬けかなんか乗ってんじゃないかな、これね。これちょっとだけお箸で、おー、こういう感じね。いただきます。うん、桜の香りがふわっと香っておいしい。ミノはもう焼けてるっぽいけど、その前に、氷ね、でウイスキーブラックニッカのクリア、このお菓子にね、甘いお菓子に意外とねウイスキー合うと思う。ケーキとかにねウイスキー合わせても美味しいですけどもね、こういう和菓子に今日はちょっと合わせていただきたいと思います。ひな祭りなんでね。甘いものだとやっぱ相性いい。美味しい。
うわ、忙しい忙しい。ああ、ちょっとこっちのお箸でちょっと失礼します。なんかすごい火力が上がってきてるんで、ちょっともたもたしてると大変なんで。ではミノもね、焼けたっぽいんで、よいしょ、ミノね、タレつけないで食べればよかったな最初。まあいいや、しょうがない、タレつけちゃったんで。ミノいただきます。うん、うわ、ハモっちゃう。うん、噛みきれない。やばいやばい。ホルモンもうちょっとまた焼いとこう。火がもったいない。なんかもうちょっとこう肉っぽいところないのかな。じゃあまたね、一番絞り。動画の尺どうだろう。結構いってるかな。エリンギは？エリンギもいいんじゃないのかな。おお。焦げちゃう。ちょっと避難させる。ちょっとこっちのお箸でちょっと申し訳ない。本当はあのトング使いたいんですけども、あ、拭くか。お箸ね、じゃあちゃんと拭いてね。じゃあこのエリンギもポン酢でいただいていきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。肉厚で歯ごたえもあってね、おいしい。うん、食べてね。あ、もう一回3分やるか。3分。よいしょね。で、キムチ。コチュジャン足りないんだよ。これでくるんじゃって、タレつけて、これでまたね、もう一回いただきます。あとはね、他の方の動画でも見ながらね、ゆっくり続きやっていきたいと思います。
今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。多分ね今日はねリアルタイムでおひな様おひな祭りの日だったんで、アップする時はね日はもうだいぶ後になると思いますんでね、よろしくお願いします。じゃあちょっとビールね一番搾り飲んで、では今日のねタグの動画の方はねこの辺で締めにさせていただきたいと思います。こもっちゃう